ただいまー、ただいま、ただいまー。今日はちょっとこれつなげれたからと思ったんだけど、思ったんだけど、よいしょ。ねー、あ、なんかこっちとこっちとなんか位置が違うね。よいしょ。ネコプ一番ありがとう。いやー、今回の愛媛は短かったですね。めちゃくちゃすごい一瞬だったな。なんかそう、明日ねライブがありまして、六本木で来てくれる人お待ちしておりまする。ちょっとここに直すな。おぱぱゆきーさん、フジモンさん、大工さん、こいしさん、ありがとう。かんちゃん、にじいろさん、ブラッチ、ダーシャハさん、のぶしゃん、ヤマさん、あさみさん、ありがとうございます。カポさん、ありがとう。さとちゃん、いらっしゃい。お、よいしょよいしょよいしょ。トコトコさん、リラックマ、竹蔵さん、 M 大文字マサさん、ありがとう。あ、コロちゃんコロチやん、ローマ字よしさん、お疲れ、ありがとう。どう、ここまた違うけど、まあいいや、とりあえず。大将さん、ありがとう。明日のハピコレ全部は見れないけど、あ、本当ですか。開店前にスタッフと行く予定って言ってるんだけど、え、わかるかな、楽しみです、待ってますスイカさん、ただいま。ネコプ前、あ、ネコプ前乗り東京、いらっしゃい。バリンチュさん、ひでゆきさん、ただいま東京。あさみさん、ピカピカありがとうございます。え、コラボ本当、ニカちゃん来てくれるんですか。え、亀姫のやつ、あれかな、あの何か出られるのかな、ニカちゃん、お会いしたいな。村上さん、ブレイブさん、ピルクル、のぶしゃん、ただいま、ただいま。まあ一家さん、ありがとう。カリタン、結婚してありがとう。全部で何曲くらい、ね、時間的には25分間かなで歌えるぐらいのセトリとなっております。おさぴーさん、きみひでさん、いらっしゃい。ペクポワさん、ありがとう。くらい大丈夫くらいかな。どんなスピードで追いかけたら、つなぎ直すね。はい、どうだ、
聞こえた？タッキーさんお疲れ様。ローマ字マサさん、こんばんは、ありがとう。よいしょ、ごめんごめん、ちょっと机が。イズキュン、エイグレナさん、ありがとう。虹色さん、お疲れ、ありがとう。マミちゃん、こんばんは。アイテム使ったら人並みに食べっ子動物、あ、できた？すごいじゃん。どれくらいまで行ったの？虹色さん、お疲れ、ありがとう。大友さん、のもさん、ありがとう。おさぴーさん、お疲れ、ありがとう。東京だよ、ローマジュッキーさん。スイカさん、ピカピカ。ヨッピーさん、かわいい、ありがとう。くまたかさん、いらっしゃい。大将さん、フロー、ありがとう。サプライズでプレゼントもらったら嬉しいって、どんなサプライズか。サプライズなら何でも嬉しいけどね。なんかそんなヤバげなやつじゃなかったら、なんか罰ゲーム的な花束の代わりに、花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。はい、滝さん、滝山メイツーさん、ありがとう。これ聞こえとる？タークいらっしゃい。ゴンちゃん、ありがとう。ネコッチさん、ありがとう。キュイーンさん、いらっしゃい、ありがとう。グッドラックさん、つむじ見えてた？ネルさん、そうやね、今回早かったよね。ヨッピーさん、フロー、ありがとう。ヨッピーさん、サトイさん、ありがとう。愛媛帰るよ。次はね、あれだね、亀姫の時帰ります。 AKA さん、ありがとう。豆豆仙人さん、ペリーさん、ありがとう。ブラッチ、奥魔風船、ありがとう。猫むたさん、ありがとう。ロボリンさん、ギユーさん、日ハムファンさん、ありがとう。行きます、待ってます。ブラッチ来てくれる？のぶしゃん、お疲れ、ありがとう。かのんさん、百キラだるま、ありがとう。まみちゃん、ふる、ありがとう。プラネッツサビ、プラネッツサビ、待てよ。ハロー、ハロー、ここにいるよ、この物語の始まりの場所で。はい、カマインさん、ありがとう。ムラピーさん、ありがとう。ピカピカ、かわいい髪型。いや、なんかね、お下げにしたけどさ、下がさ、黒い服着てたからさ、全然見えないね、思ったけど。もう下ろそうかな、下ろそうかと思えてきた。ちょっとすっきりしすぎたかもしれない。六本木行くよ、待ってるよ、ヤマピ。あら、来てくれるのか。グッチ、ノブシャン、ピカピカ、ありがとう。シナモンさん、いらっしゃい。アントワーヌさん、ありがとう。キミヒデさん、百キラ、ありがとう。テイヘインさん、ピカピカ。ノブシャン、フロー、ありがとう。ノブシャン、スルメさん、ラブレター、ありがとう。あれ、新年度、あ、そうかそうか、4月からだからね。新年度一発目だ、明日ライブ楽しみ。25分だから多分一瞬だわ。いつもさ、ワンマンとかだと1時間ちょっとやってるでしょ。で、
対バンでも30分でやったりとかしてるけど、明日は25分とか。1曲目から声出してね、みんな待ってます。ムラピーさん、 HM さん、ありがとう。スエさん、ありがとう。神散歩、ありがとう。あ、空港の話ね。そう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 、愛媛のね、松山空港にの近くに公園があるんだけど、そこめっちゃ行ってたのよ、ちっちゃい時とかっていう話だ。翔太さん、はじめまして、ありがとうございます。カタカナ翔太さん、やっぱちょっとすっきりしすぎな気がしてきた。おろそ、すごい髪型の変化。虹色さん、かわいい、ありがとう。ちょっとウェーブっぽくなってるかもな、髪が。あ、ちょっとウェーブになった、すごい、セルフウェーブ。お猿さん、100キロありがとう。食べっこやロリ、食べっこやり始めたら止まりませんで、目開きっぱなしの涙ボロボロ。え、どんだけなんそれ。わかるけど、でも瞬き忘れてるよね、本当に。良いね良いね、誰使ってるんだろう。トトロさん、いらっしゃい。三つ編みってそんな簡単にできるのねって。できるよ、ロープ編みとかもっと簡単よ。ロープ編みとかはここを持ってさ、真ん中こうやって取って2個に分けて、これこれこうやってこうやってしていくだけだから、こうやってねじってねじってねじって、こう、そしたらさ、いつもやってるほら、ここがこうなってるやつ、あ、これにする、これにしようか。髪型変化の回でしょ、これ今日。これめっちゃ簡単なんだよ、本当に。よいしょ、これやりゃ、これねじって、こっちもね。サカピーさん、ありがとう。サクサクさん、ただいま、帰ってきた。今回短かったね。アキヤン、応援してる、ありがとう。解決たまごんさん、いらっしゃい。経営社員さん、ありがとう。これもうこうやってして、こっち外側にこうやってこうやってするだけ。ちょっとねじってねじって、この辺で、この辺でね、あ、ちょっと後ろすぎたかな、まあいいか、こんな感じでやるだけです。あ、できた。はい、さりげないアレンジよ。あ、翔太さん、歌のサンセット見てくれたんですか、ありがとうございます。歌のサンセットもまだ TVer でやってる、再放送されてると思いますので、ぜひぜひ。スエさん、フル、ありがとう。水曜日ラジオのリンシャン解放では、ライスはセパレートで、春アニメ激アツポリよき、あ、片手高いか、そうだよ、もうみんな春アニメ見ないと、ほんまに。っていうね、本人が一番見てないんだけどね。ローマ字ユッキーさん、ピカピカ、ありがとう。アマトーさん、ありがとう。ただいま。オウムジテストさん、野菜炒めさん、犬猫さん、ケンスケ、ありがとう。ヤマさん、ピカピカ、ありがとう。小説家さん、
と芋畑のデコノフさん、ローマジユタさん、ヒロくん、ありがとう。お、ヤマピータオル持ってきて。武田ひなほタオル。明日の松山は昼から晴れ、東京は雨。やばいやばい、雨女なっちゃう、コロボサトリアさん、こんばんは、ありがとう。ようちゃん、今回の愛媛、そうだね、ほんとだ、2泊3日かも。ほんとやね、短かった。今日は大安吉日だって。あ、いい日なんだね今日。おお、ありがとう、チケット発券、17分遅れで取れたのに。え、すごいやん、めちゃ前の方じゃないそれ。30番台って言ってる、にじろうさん。え、めちゃ前の方じゃん。ジョシタさん、フーガネットさん、金蔵プイさん、ありがとう。サトシさん、ありがとうございます。太陽のようにいつも明るい、ほんと暗くない部屋。トギありがとう。富士山見れた？え、見れてない。てか今日はね、もうね、暗かった。そうなんや、まあ寝てたけど。ローマジュータさん、ピカピカ、ありがとう。やっくん、韓国好きは応援しないさん。イナッチュさん、ありがとう。明日は会社カバンにグッズ詰めてきて、マスさん。聞こえた？あれ、本当聞こえてない？ BGM、 あれ来てなかった？聞こえたよ。大文字テストさん、応援してる、ありがとう。プライベートジェットさん、ピカピカ、ありがとう。え、コシさん、こちらこそ何にもできなかった昨日ね、対局ありがとうございました。コシさんだと思って、今日できるかな、またやります。プライベートジェットさん、ピカピカ、ありがとう。ハートのヨシさん、いらっしゃい。ガンちゃんヨッシーさん、ありがとう。花丸さん、ありがとう。帰りの飛行機爆睡、そう、帰りの爆睡、そうよ、行きも帰りも。でもね、帰りはね、そうなのよ、全然起きれたんだけど、そうなの、ちょっと準備できてなくて。いつもさ、なんかアニメとかダウンロードしてから飛行機乗って、ダウンロードしたやつを見たりしてるんだけど、何にもできてなかったから、やることがなくて、電波もさ飛ばせないから。さん、あ、でもそうそう、あ、ちょっとカバンあっちかもだけど、あの杉作ジェイ太郎さんにさ刺繍をもらったの。あの刺繍っていうのは詩の本をもらって、杉作さん、それ読んでた。ひろくん、100キラありがとう。おやすみ。つむつむ系の苦手な私は、お、つむつむ苦手か。こよぽんさん、食べっ子。なんかあれ使ってみた？あの1個アニマルが減るやつ、ちょっとつなぎやすくなるよそれ。こしさん、ありがとう。スコールさん、ただいまです。ティンさん、いちごの妖精さん、あちゃんぐさん、ひろちさん、ありがとう。スランプくん、スコールさん、100キラありがとう。ゆきさん寝てまして、帰りも京都で。シルファーさん、ピカピカ。スナフキンさん、ショーン K さん、ありがとう。うん？あ、BGM 来てないのか。もう一回ちょっとやってみるね。あら、これできてないのはちょっとおかしいかも。
てつさん、ありがとうございます。おにゃハイドさん、お疲れ、ありがとう。おりょ聞こえたよ。スランプくん、いらっしゃい。罰ゲーム的なやつ、ドリアンサイダー。ドリアンサイダーやだな。ドリアン食べたことないけど。テストさん、フル、ありがとう。だね、いよいよです、ハピコレね。私も明日なんかグッズの T シャツ着ていこうかな。なんか着ていこうかしら。フジモンさん、ピカピカ。ユーニャンさん、ヒロポンさん、いらっしゃい。岩太郎さん、ヤックン、ありがとう。新一さん、ピカピカ、ありがとう。底辺さん、フル、ありがとうございます。わからん。オフコースさんの曲なんだ。イエスイエスイエスだって。なんかすごい陽気な感じだね。麻婆豆腐いいね。おばば、私は今日ねカレー食べたよ。何のカレーを、なんで食べました。こっちなの、愛媛にいる間に食べに行きたくて食べてきた。小太郎さん、小判、ありがとう。花見ゲストのひよこ堂に行って昨日のエクスポストと、え、何それ。それ載せてないの、ね、コプ。花見と同じポーズしたって。かわいいね。おさぴーさん、ピカピカ、ありがとう。 HSU さん、ありがとうございます。そうなの。ブラッチ6時に仕事終わって来てくれるんだ。ちょっと待って、私何時からだっけ。結構ギリギリ。それ気をつけてね。ケイスケさん、いらっしゃい。よいしょ。海ほたるさん、ありがとう。ハイドさん、お疲れ。昨日配信中に美味しそうな音で画伯が作ってくれてた料理、あちらキーマカレーとなりました。昨日母が作ってくれてたのは、母直伝キーマカレーは、あの最初にね、お肉と玉ねぎ炒めてから、なんかこうカレーのあれ作ってみたいなしてくれて、で母のさキーマカレーね、あの隠し味10種類以上入れてるらしくて、そう昨日カレーの隠し味の話してたじゃん。すごいいっぱい入れてんだって。めっちゃ美味しくて、多分昔から私さ、母の好きな料理キーマカレーってさ、この配信でも言ってたじゃないですか。そうなの、キーマカレーだったの、たまたま昨日。海ほたるさん、ありがとう。ポテチさん、ありがとう。今お下げじゃなくなっちゃいました。ストリートくん、お疲れ、ありがとう。あやちもしばらくひなほに会えてないって泣いてた。あ、あやちさんとも、そうか、ひよこぞうだから。え、こちらこそ会いたいです。会いたい。けんすけばら、ストリートくん、お疲れ、ありがとう。キャミさん、ちょっとお久です。おばん、アッキーさん、ボウズさん、いらっしゃい。ヤマピ、お疲れ、ありがとう。海ほたるさん、ポポポポコーン。川崎さん、ピカピカ、ありがとう。ワンマンでも体感は一瞬だって。嬉しい、ありがとう。曲的にはね、ワンマンって本当にすごいたくさん歌わせてもらっててね、15、6曲ぐらい毎回ワンマンで歌って、16、うん、歌ってるんだけど、確かにめっちゃ一瞬だわ。そう考えたら、
よしきさんありがとう。25分短いけど濃いから好きよ、だって。お、嬉しい。確かに。ジョーヤさん、 TikTok で見てきました、だって。わ、お待たせしました、読むの。嬉しい、ありがとうございます。この後もちょっと TikTok ライブしようかと思ってたんですよ。ジョーヤさん、かわいい、ありがとうです。ひらがな斉藤さん、130ブルースさん、ターさん、いらっしゃい。三つ編みほどくとお姉さん感。白いあずささん、扇風機を。え、早いね、扇風機頼んだの。親父コーチさん、いらっしゃい。コシさん、フル。今日で、え、ありがとう、500回ありがとうございます。セーラー服。このまま何時間でも、うん、痛いけど、なななななな、やばい、歌詞がごめんなさい。明日は黄砂に気温差、ゲリラ豪雨と。やばいやばい、明日ゲリラ豪雨なのかもってこと。やばいんだけど、最近の私のライブの天気事情。明日は昼に道場行くから、ライブ前にリーチポン、チーの発声で声枯らさないように気をつけるね。気をつけてね、コプ。うちに行くんかーい、昼から。いいね、いいね。あ、ユキさんも神散歩見てくれたの。そう、あの空港の公園めっちゃ素敵なんですよ。飛行機がもうめっちゃ近くで見れる、飛び立つの。ね、コプ、かわいい、ありがとう。カタカナヤックン、ありがとう。ジョーヤさん、ラブレターありがとう。キャメさん、アンアツさん、スピードバードさん、ありがとう。ホシピーさん、いらっしゃい。ローマジヨシさん、かわいい、ありがとう。あ、よき、これ今この髪型の話かな、やっと。ジョーヤさん、ピカピカ、ありがとう。ヤースケさん、ケントさん、はじめまして。ボーダーさん、いらっしゃい。愛媛に2泊3日はうちらの遠征と変わらない。そうだわね、本当に。一瞬でした。次もね、一瞬なのよ、多分宇和島の時。スケさん、ガクさん、カタカナヤッチさん、マヨッチさん、ありがとう。100キラと。タグ JP さん、ナルナリさん、マヨッチさん、いらっしゃい。お疲れ、ありがとう。マヨッチさん、ボーダーさん、お疲れ、ありがとう。あー、聞こえてないのか。48分。サイさん、いらっしゃい。ハラメタルン、ピカピカ、ありがとう。え、今日は良くない日なんですか。あれ、さっき太陽吉日って言ってたけど、今日の話じゃないのかな、あれ。今日良くない日らしいけど。あ、本当だね、充電ありがとう。待って、本当だ、あと 1% でくるくるするとこだったんだけど。ナイス。イズタンさん、いらっしゃい、ありがとう。ネコプ、かわいい、ありがとう。アキエモンさん、お疲れ、ありがとう。エノさんさん、いらっしゃい。ダウンロードする容量空いてるの。これ何の話してたっけ。何の話してた。でも最近ね、ちょっと容量空けたので大丈夫。よく飛行機使う機会多いけど、同じ飛行機で有名人を見かけたことある。いや、ないと思う。もしかしたら乗ってたかもしれないけど、見つけたことはない。でもね、乗ってるかも。だからね、三毛猫さん、いらっしゃい。
前に飛行機の席が濡れてた時ってどうしたんだっけって、オッケーオッケーって言った言ったけど全然濡れてなかったよ。あのそれ言われたけど。三毛猫さんありがとう。ボーダーさん、杉作さんの刺繍持ってますか？なんかすごく素敵ですよね。読んでたんですけど、さっきというか飛行機の時。ローマ字マサさん、バラありがとう。隊長ピカピカありがとう。ユッキーさん、フル桜ありがとう。桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つに。ひろし突破隊さん、ミルコさんありがとう。バイクの音は聞こえた。あ、ほんと？そしたらさ、今エコーかかってたか教えて。はーい、かかってる？これかかってない？どう？ようちゃん似合う、ありがとう。あ、結婚してありがとうございます。お、かかってないのか。じゃあ接触不良だ。ちょっと待ってよ。まあでも私がこのBGM を聞きながら話してるのが伝わらないってシュールよね、これ。あ、来たんだ。あ、じゃあやっぱ接触不良だったね。すみませんすみません、ありがとう。そうなのよ。はるかさんありがとう。むながねさんいらっしゃい。ようちゃん似合う、ありがとう。似合う、結婚してありがとうございます。おパパピカピカありがとう。あら嬉しい。 LLYAS さんフォローありがとうございます。何のカレー？え？あ、何のカレーじゃないよ。なんとカレー。エベレストフーズ、そうそうそう、エベレストフーズだよ。明日どの T シャツ、持ってきてる T シャツ3種類あるから、その中から指定して。いや、もしかしたらさ、実家持って帰ってるやつもあるからさ、そんなないよ私も。あるやつよ。何しようかな、何があるんかな、何があったっけな。あれ、ニコップをポストしてくれてるのか。え、イエスイエスイエスは全然陽気じゃない歌なんですか。あ、え、そうなんだ。何がイエスなの、オフコースさんの。そうそうそう、キーマカレー一番好きなやつです。めっちゃ美味しかった。はちみつさんありがとう。でね、一個ね、隠し味を教えてもらったんだけど、教えてもらったのよ。第3、100キロありがとう。あ、また待ってます、ありがとうございました。 N164 さん、ポップマスターさんありがとう。そうそう、ローマジマスさんね、私も何か炒めてるからと思ったけど、あ、でも最初キーマカレー作るとき炒めるんだもんね、玉ねぎとお肉。それの匂いだった。しまるさん、ピカピカありがとうございます。え、カレーが連続2日。いや全然、私毎日カレーやった時あるよ最近。本当に同じカレー
ずっと同じやつ。味隠しすぎでしょ。確かに10種類ぐらい入ってるから。飛び石ちゃんありがとうございます。あ、そうなの。パパマスターさん今日桜ナイツ復活ですねって言って、今日何曜日だっけ。あ、昨日か。じゃあ昨日のやつかな。カモシカさんいらっしゃい。いやすごいよ、ようちゃん美味しいのよ、めっちゃ。ゆうさんプロ野球、あ、なんて読むんだろう。7連敗だって。応援してるところかな。ドナルドさん、クニーヒロさん、誰か拾ってにゃーさん、ありがとう。ローマジヨシさんいいね。お、ヨシさん TKD さんとの後ろショットいい。でもあんな撮ってもらえたの、撮ったの初めてだから、個人的にすごいいい思い出になった。撮ってもらえた。大ガイチさんありがとう。ドナルドさん100キラありがとう。ショールーム終わったら食べっこやって TikTok のコース、おー、そうちょっとやろうかと思ってたのよ。ドナルドさんラブレターありがとう。孫悟空さんいらっしゃい。今日はおじいちゃんの誕生日だったのでお寿司と混ぜそばをウーバーした。えらい、サトシさんいいな、お寿司と混ぜそば。孫悟空さんピカピカありがとう。やっくんヤフカラホーさんありがとう。亀姫はライブじゃないからお天気良さそう。なるほどね、ライブの日だと雨降るのか。私ドナルドさん降る、ありがとう。東京お帰り、ただいま、一瞬だったんだけど。あ、そう、宇和島お城祭り当落出ましたよね。当選した方おめでとう。すごいなんか倍率だって聞いたんだけど、すごいよ。ようちゃんフルありがとう。今日はクイーンの日なのでロマネ、あー夏、夢が覚めて虚しくなる君を、日がある眠りに落ちたなら見つめていて。はい、懐かしい。腰痛がなかなか改善しないので、あ、電気治療、心配やな、それなかなか良くならないって言ってる。その電気治療では良くなったのかな。ちょっと野良犬さん、ひらがなかずさん、はやてさんありがとう。ネオマジヨシさん100キラありがとう。ロンロン久々にしたらファイトクラブに比べて静かでよかった。いやいや、ファイトクラブもファイトクラブ豪華でかっこいいでしょ。静か好きタイプなのね、ヨシさんは。白夜さん、キャメロンさんいらっしゃい。 HK さんピカピカありがとう。白夜さん結婚してありがとう。あ、本当、コロボマリノも行きたいって言ってたって言ってくれてる。マリノ会いたいな。おやすみー、コロボ。ノイチさんいらっしゃい。 AKA さんかわいい、ありがとう。温泉工事さんありがとう。多分明日もかわいいと思う、だって予言してくれてる。シャラクさん、ジェリー26さん、麦さんありがとう。1分、あ、オッケーオッケー。ワンガンさんいらっしゃい。来週から雨の連続みたいなので。そうよ、明日ゲリラ豪雨らしいから最悪なんだけど。俊一さんいらっしゃい。あ、来た、よかった。ぷにょぷにょぷにょさん、あ、ぷにょぷさん今日もありがとうございます。
お大ちゃん戻ってきたん、東京。めっちゃ小さく聞こえてる？もうちょっと大きい方がいい？ふわわさんいらっしゃい。おだちさん、結婚して。ローマ字マサさん、小判ありがとう。一人で BGM 楽しんでた。やっぱちょっとこう喋る時のこうリズム的にいいよね、こう流れてるの。漢字のゆうさん、ヨコポンさんありがとう。トキビタさん、ピカピカありがとう。ボーダーさん羨ましい。白い表紙にサイン付きなの、杉咲さんのあの刺繍のやつめっちゃいいやん。グッさんいらっしゃい。画伯のキーマカレーからのなんとカレー、あ、そういうことね。あ、今日カレー食べたからってことか。確かに2日連続で食べたね、そう考えたら。オフコースの曲はだいたい明るくない。確かにちょっとそんなイメージはあるな。明るいイメージはないわ、オフコースさんに。あるのかな、明るい曲は。バンクーバーさんいらっしゃい。ハラポニョちゃん、何のカレーでした？いや、納豆ではなさそう、コヤポンさん。私も1個しか教えてくれなかったから、隠し味。ございますティー、6周、あ、6周年ティー、いいね。タケノコロンティー、いいね、いいね、ニコポ。タケノコロンティーもいいな。ビショップさん、ありがとう。ハラポニョちゃん、ありがとう。やっくん、キラリンコありがとう。トラガンバさん、ひろしさん、ローマジマコさんありがとう。お疲れ、ありがとう。マコさん、カレーは1回作ると3食は続く。わかる。そう、一人暮らしでさ、作るとさ余計あるんよ、めっちゃずっとカレー。おだちさん、おかえり。上京した幼馴染もずっとカレー食べてた。そうなのよ、ちょっと今はカレーに行き着きました。行き着いた先はカレーです。あ、ひいき、ひいきって漢字でこうやって書くのか。ごひいきにのひいきですか。ブレイブさん、ピカピカありがとう。豆パンさん、はじめまして、ありがとうございます。たけちゃん、かわいい、ありがとう。ブレイブさん、フル。私も昨日卵入りのキーマカレーをチーズナンで食べました。美味しそう、チーズナン美味しそう。いやー、そうなのよね、今日もチーズナン食べるか悩んだんやけど、でも普通のナンがすっごい食べたくなる時があるよね。あのカレーというよりナンを食べたいという日がある。マサさんいらっしゃい。お供はおひなが飲んでたフルーツスパーク、あ、美味しいでしょう。それめっちゃ美味しかったんだけど。おかきさん、バラコバンありがとう。タモヒーサさん、ヤス兄ちゃん、タケちゃんありがとう。ヒロ KN さんかな、はじめまして、ありがとうございます。やすにちゃん、100キラありがとう。よっちさんいらっしゃい。のびしゃん、おくま風船ありがとう。ますさん、お疲れありがとう。じょうやさん、尊いありがとうです。しんいち、ピカピカありがとう、ありがとう。こばきんさん、おかむさんいらっしゃい。ようちゃん、結婚してありがとう。ハラメタのフローありがとう。明日は仕事終わらせて、あ、待ってるね。来てくれるの？
六本木気をつけて。カレーのルーどこのが好きって、コクマロよく食べてたのは最近。シーマルさん、レインボースターありがとう。確かにね、ヨシさん、あの雷すごいよね。あのファイトクラブの上がった時のちょっと高めの上がりの時、真っ白になってるよね、あの画面が。すごい。ポンさん、ポンさんいらっしゃい。私は1日2日カレー、3日目カレーうどん。あ、わかる。というか実家がね、そんな感じだった。2日目か3日目かでカレーうどん食べてた。ネクサスさんいらっしゃい。え、待て、ごめん、気づかずに地震だったのか。ちょっと終わっとこうかな配信。しかも結構大きかったんだね。え、皆さん安全の確保して気をつけてね。終わっとくので、ここで。待って、揺れすぎ。それは気をつけてください。本当に余震にも気をつけて。ありがとうございました。また明日ね。おやすみー。